末っ子の人は他力本願なので、遊びの予定を立てるときはどこでもいいよと丸投げをします。末っ子の人は結果を重視しがちで、その過程に口出しされるのが嫌いです。末っ子の人は年上の扱いは上手だが、自分より年下の人と話すのが苦手です。末っ子の人は平和主義者なので、学校の友達関係でできるグループ分け的なのがすごく嫌いです。末っ子の人は好奇心旺盛で、グミを食べるときはいろいろな味を混ぜてどんな味になるかを確かめます。末っ子の人は超絶面倒くさがりで、課題は追い込まれないとやらない、いやほぼ手遅れになってから始めます。末っ子の人は兄や姉が買ったものは自分のものになると思っています。末っ子の人は必要とされていない空間が嫌いで、仲の良くない人がいる飲み会は極力断ります。末っ子の人は洞察力が高く、プリントの誤字脱字をよく見つけます。末っ子の人はお下がりを使うのは別にいいけど、学校で使う制服などは絶対に新品がいいというこだわりがあります。末っ子の人は共有の4番目に初恋の相手がいます。